J リーグファンの皆さん、こんにちは。中村直史です。全く未知の世界で、足が本当ふわふわしてたっていうのが一番印象で、いつも普通にインサイドパス出せるんですけど、当たるのか当たらないのかっていうぐらいな、まあそれは緊張だったと思うんですけど、当時うちの今アカデミーダイレクターの山口元弘さんと交代だったんですよ。本当こう頑張ってこいみたいな感じで行って、交代したのすごく今でも覚えてますね。それが今一緒に仕事してるんで不思議ですけど、そういうふうに言っていただけるっていうのはすごく嬉しいですし、自分もそう言っていただけるたって、もここで長くやれたっていうところなので、今まで在籍してきた選手スタッフ、まあ本当にグランパスにいて選んで本当に良かったなと思います。もう練習中なんですけども、パスのその精度の高さっていうのはすごかったですよね。小さい頃から本当好きだったんですよ。イタリア大会のワールドカップ、ユーゴスラビア代表で見てた選手が一緒のピッチで練習も試合もできてたっていうのは本当に幸せでしたね。まあ、グランパスに決めた理由の一つでもあります、はい、かなりエゴでしたねまあ結果が良ければ何も言われないので、はい、カットした時点でシュートを打つっていう自分の中でイメージがあったので、ケネディがパスを要求してたんですけども、そのまま振り切っていいコースに決めれたので、自分の中で手応えのあるゴールでしたね、はい、高い上の結果次第っていうのもあったし、だからいつも通りリラックスして試合にはこう入ったんですけども、もう本当に杉が右サイドから突破して本当素晴らしいボールを上げて、球がヘッドでしっかり決めてくれたので、まあそこでより引き締めたというか、全員のこのディフェンスに対しての集中力がより増しましたよね。で試合終わる頃につれて、なんかベンチがざわついてて、なんかこう身を乗り出してる感じがパッと見たら見えたので、あこれは高い上で結果でここで守りきって勝てば一応優勝なんだなっていうのはそこで気づきましたね。笛鳴った瞬間は結構真っ白な感じで、まあ、自分が優勝して嬉しいのもあるんですけども、サポーターとともにこう優勝を喜びたいっていうのは常にあったので、サポーターにもこう優勝をプレゼントできたので、そこがまあ一番嬉しかったことですね。あとは本当に感激しました。やってきてよかったなっていう思いが強かったです。12年間7番をつけさせてもらったので、その7番に恥じないプレーを常にするよう心がけてましたし、プレーしたっていう自負は持っているので、僕の中ではすごく大事にしてます。まあ、今後はまあ立場は違いますけど、自分の今グランパスに置かれているところでグランパスを盛り上げて一生懸命やっていきたいなっていう思いが強いですね。まあ、恩返しというかしていきたいですね。